背番号5番ミッドフィルダー山口武史の引退セレモニーが行われます。ロアッソの J リーグ参入に大きく貢献したプレーヤー、チーム内でも頼もしい兄貴的存在として皆さんもご存知かと思います。それでは小林選手から一言いただきます。背番号21番ゴールキーパーの小林です。今季で引退を決意しました。振り返れば現役14年、いろんなことがありました。いろんな人に支えられてここまでやってこれたと思います。ロアッソ熊本もこれからのチームです。今まで支えてもらったことをちょっとでも恩返しできるようにこれから頑張っていきたいと思います。ファンの皆様、スポンサーの皆さん、ボランティアの皆さん、チーム関係者、コーチ、スタッフ、選手のみんな、どうもありがとうございました。小林は一歩前進します。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。小林選手ありがとう。そしてお疲れ様でした。そしてもう一人、背番号5ミッドフィルダー山口武史選手です。皆さんご存知、地元熊本出身、ロアッソの前身ロアッソ熊本創立時からチームを支えたプレイヤーです。プリンスの愛称でもおなじみかと思います。それでは山口選手一言お願いします。ロアッソ熊本背番号5番ミッドフィルダーの山口武史です。高校卒業してからプロに入り12年が経ちました。ロアッソに来てからも怪我が多く、なかなかいいプレーを見せることはできませんでしたが、 J2 参入に貢献でき、そして地元熊本でプレーできたことがすごく幸せでした。これまでプレーできたのも家族をはじめ両親、そしてたくさんの応援してくれた皆さんのおかげです。どうもありがとうございました。今後はこれまでの経験を生かして、ロアッソの、立場は変わりますけど、一員として力になれたらいいなと思います。12年間本当にありがとうございました。サポーターの皆さんは今日後半46分の2点目のあのゴール、一生忘れないでしょう。山口選手ありがとう。そしてお疲れ様でした。それでは小林選手、山口選手一歩前の方に、今日現役最後のホームゲームに出場した背番号21番ゴールキーパー小林弘樹と背番号5番ミッドフィルダー山口武史、両者の引退の挨拶でした。そしてこれから両選手に家族による花束の贈呈が行われます。小林選手は奥さんの香里さんと長女の咲ちゃん10ヶ月から今花束を受け取りました。小林選手が引退を伝えたときに奥さんの香里さんは涙が止まらなかったそうです。今日も涙です。そして背番号5番ミッドフィルダー山口武史選手は奥さんの千恵さん、それから長男の春人君、次男の唯人君から今花束を受け取りました。今日の
ホーム最終戦にその勝利に大きく貢献した2人が今引退の挨拶を済ませて、そして家族との記念撮影を終えたところです。池田さん、一言この両選手に言葉をいただけますか。今まででサッカーで培ったものを次に、ね、必ずつなげてほしいなと思います。それでできれば後進の、ね子供たちに何かの影響を与えてほしいなと思いますね。そうですね、ファンやサポーターは今日この山口小林の雄姿を目に焼き付けたはずです。今日の放送の解説は横浜フリューゲルスでプレーされました元日本代表ミッドフィルダーの池上俊一さんでした。池上さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。リポーターは吉田昭夫、実況担当山崎裕樹でした。この放送は熊本市の熊本県民総合運動公園陸上競技場 KK ウィングからお送りしました。